皆さんこんばんは。フクロウの会と FOE ジャパンでお送りするフクロウ FOE チャンネル FFTV、 何事もなかったかのように4月9日木曜日お送りしたいと思います。ということで今日の特集は、FFTV 特集125、直下に活断層あるのに審査、原発敷地内破砕帯評価ということで、今日はなんと原子力規制を監視する市民の会の小川幸子さんが初登場というスペシャルな会でございます。初登場じゃない、生で出た時、あ、選挙の時とか、レアキャラ出現ということで小川さんです。今日はじっくりとじっくりとお話を伺いたいと思います。こんにちは、はい、市民の鏡ということで、傍聴部長、そう、監視する市民の会で本当に監視している、あの数少ないだけリアル傍聴している、あの王さんです。はい、じゃあ今日はその破砕帯評価ってことですけど。そうですね、はい、で昨日のね、あの委員会でびっくりするような、はい、びっくり、ね、でまずちょっと、はい、破砕帯評価について、あ、昨日の水曜日はあれですね、原子力規制委員会の定例会合、本会合がある日、それちょっとじゃあまず、はい、あのビデオ見て、ラストですね、あの議題にないのに最後に私から一言ってやつですね、得意な得意技ですね、はい、あの一応開始されています。でこのうち美浜発電所について、一昨日あの有識者会合行われて、私もこの有識者会合を YouTube で拝見していたんですが、まあ、有識者の先生方の見解が、まあ、それぞれプレゼンされて、そこでその結果として、私の理解ですけれども、美浜発電所の敷地内破砕帯が将来活動する可能性のある断層等に該当するかどうかについては、皆さんの意見が、まあ、見方が一定の方向でまとまったように感じましたけれども、その辺についてまず石渡りの、ご説明をお願いしたいと思います。はい、まあ、ご指摘の通りですね、美浜発電所の敷地内破砕帯の調査につきましては、おとといですね、月曜日の午後に第4回評価会合を開催いたしました。で、まあ、これまで行われた現地調査、それから関西電力からの説明に基づいて、4名の有識者がそれぞれの意見を、まあ、パワーポイントを用いてですね、述べられました。その結果、まあ、個々の破砕帯の活動性につきましては、まあ、後期更新制以降に活動したというような明確な情報は、ないという点については、まあ、4人の方々大きな隔たりはございませんでした。一方で、まあ、調査データがいろいろ不足した部分が若干あるという指摘がございまして、それらについては、まあ、今後対応していく必要があるというふうに考えております。まあ、いずれにしましても、有識者の見解に、まあ、一定の方向性が出たということで、まあ、次回の評価会合では、その先日4月6日の月曜日の会合で示されました意見を踏まえて、評価書案を、まあ、提示した上で議論をするということを目指していくというのが基本的な方針でございます。ありがとうございました。そうすると次回の評価会合では評価書案の審議を行うということだということですが、まあ、できるだけ早く評価書をまとめていただくよう引き続きよろしくお願いしたいと思います。それからこの美浜3号炉については、もうすでにその適合性審査が開始されているところです。で今石渡委員からご説明がありましたように、敷地内破砕帯評価については、まあ、いわゆる S クラスという施設の下にその当面その活動するような破砕帯はないという理解でよろしいですか。まあ
そうですね、そういう後期更新制以降の活動を示唆するような明確なそういう情報はなかったという点については一致したということは事実でございます。はい、ありがとうございました。それではそういうことですので、まず審査、適合性審査についてももう一歩進めて実質的な審査に入っていただいていいのではないかと思うんですが、はい、なんかこの時小川さんもまた聞いてらしたんですよね。はい、おりました。怒り心頭ですよね。怒り心頭ですねもう田中委員長は自分の都合のいいところしか YouTube でも聞こえてないんだなと、ね、今いつものことですけど、うん、でただ残念なのは石渡さん、うん、ダメですよ、ちゃんと正確に言わないと、ね、だって、うん、確かに皆さん大体まと同じような見解になりましたねと。で、確かに活動性があるという明確な証拠はないと、うん、ただし活動性を否定するような残念ながらそういう証拠もないっていうふうに曖昧な結論ですけれどもっていう形でまとめたんですよね。だから一定の方向ではないですよね、それは。ね、全然ねなのでね、地質学会の会長さんもやられた本当に専門家なのに、うん、そういう、こう自分が主催する会合のまとめを、うん、こう恣意的に切ってしまうっていうのは、ね、すごく問題だなととても腹が立ちました。かなり言い切ってましたよ ね、 ね、 有識者の人はやっぱり怒ると思いますよ、ね、これから学会でどうやって顔向きしていくんでしょうね、うん、でそのね、有識者会合の、うん、映像もありますので、ちょっとそれを比べてみて実際見ていただければと思います。さっきの石渡さんと今の石渡さんを以上で4人の先生方からのプレゼンテーションを一通りいただいたわけですけれども、大体先生方のご意見はあまり隔たっていないように感じました。つまりその、後期更新制以後にこれらの破砕帯が動いたという、まあ、明確なといいますか積極的な証拠というものは、ないと。ただではその後期更新制以後はそれらが絶対に動いてないか、それを否定するような根拠というものも、残念ながらないと。なんで残念なんだという点では皆さん大体一致しているのではないかと思います。であとはっきり、ね、言う これをこのまま場所で言ってくれよって感じですよね。そうなんですよ、まあ、これ2つの意味で問題だと思うんですけど、うん、1つはね、お母さん言ったようにまだ有識者会合をやってて、うん、これだから全然なんか、ね、評価書も出るまだ、ね、段階でも、うん、案が書ける段階でもないですよね。そう、これから案を出す、しかもその前に一応データを出してもらうというふうにこの、まとめの後に言ってるんですよね、うん、あ、じゃあ全然まだまだなのに、うん、それ で、で美浜3号機については、まあ本会最初に見ていた後でね、福田さんが話をするんですけど、うん、まあ一応審査書は出て、いるんだけど、うん、で審査も一応始まってはいるのかな。ただ本格的にまだ中身に入れないわけですよ。だから、うん、なんていうかこの有識者会合の破砕帯で待ってるわけですね、うんうん、だからそこをもうやっちゃえっていうような、うん、もう中身突っ込んじゃえっていうような、うん、まあ、そこは非常に有識者会合そのものをね、うん、ないがしろにするような、うん、やり方を、だから、まあ、田中委員長の指導でもう非常に突っ込んできたっていうのはそれはそれで一つ問題なのと、うんうん、やっぱりもっと問題なのはこの石渡さんの態度ですね、うんうんうん、だから有識者会合では、うん、破砕帯が活断層である明確な証拠はないけどもそうでない証拠もないと、うんうんうん、でどっちを優先するのかっていうのは、うんうん、実は指針にちゃんと書いてある。あ、懐かしい指針、ね、そういえば皆さん思い出しましょうね、それで、はい、これはその指針ができた時の、うん、
まあ、なんていうか、規制庁が作った一般向けの資料で、まあ、実際これ活断あの地盤地質 の, その、審査ガイドっていうのができてるんですけども、うん、審査ガイドは実はその前の、手引きっていうものは、まあ、ちょっと後で説明しますけども、うん、原子力安全委員会時代に作った手引きが元になってるんですけどね、うん、まあ、そこに何て書いてあるかっていうと、まずですね、その S クラスの建物ですね、まあ、あの一番大事な重要施設って言われてるものは、うん、活断層などの、路頭がない地盤に設置することを要求と言ってて、はい、地面の上にもういきなりゴンってそうですね、そのずれてるのが ないとこ、だからあのここに図があるようにその、その重要施設の直下に、うん、断層があってそれが活断層だって認定されたらもうそこはそもそも建てちゃいけない地盤になるわけです、うんうんうん、立地不適だね、でじゃあその場合に、じゃあ活断層の判定が問題になるわけですけども、ですね、うん、ですね、将来活動する可能性のある断層、はい、まあ、あのかつ、その基準上はその活断層って言わないで将来活動する可能性がある断層って言うんですけども、うん、まあ、これはいわゆる活断層ですね、うん、で後始黄金更新世以降だから 12,3 万年前以降の活動が否定できないものなんです、うん、否定できないものなんだから、うん、そいつが活断層かじゃなくて、うん、活断層でないことを示さなきゃいけないわけです、うん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 、活断層でないことを示されない限りは、うん、活断層なんです、うん、じゃあさっきの結論でいけば活断層じゃんってことですね。そうなんです、だからあの活断層だあのなんだかな、そこにある破砕帯が、ね、うん、活断層ではないってことをちゃんと、うん、あの示さなきゃいけないんですけども、うんうん、それがないって言ってるわけですよね、うん、あの 石, ね、うん、石渡さん曰く残念ながらないって、うん、そう、それはあの結局もう敷地内はあの第4層っていう後期更新性の地層ないわけなんですよね、うん、だから結局その地層を見て判断、あの上層層があってそれがいつのってそういうふうなことができないからとても難しい判断になるわけなんですけど、でももうあの当然福島事故以降安全側に立ってどう考えるかっていうのがね大事なわけだし、一応その結局安全側に立てなかった保安員だとかあの安全神話にね、乗ってしまったそういう反省の上に立った規制委員会、うん、あの規制基準なわけだから、うん、当然それは否定できなければダメですよね、うん、ねえ、あの原子保安員のままでよかったじゃんっていうことになっちゃいますよね、うん、はい、それで、はい、それで、あの、で、まあ、今美浜についてはそんな状態なんですけども、うん、もっとすごいのが敦賀、はい、ね、あれはもうなんか活断層決定してましたよね。そうなんです、活断層を、まあ、だから有識者会合を踏まえて、うん、活断層って認定をしたわけです、規制委員会がね、うんうん、なのに審査をやるって、それは前々回の定例会合ですね、うん、いやその審査無駄じゃんだって配慮じゃん それもちょっと場面を見ていただきたいと思いますですね。うん、鶴橋伝承の破砕帯調査について委員会としてだいぶ議論が錯綜している面もありますので整理させていただきたいと思います。まず最初にこの有識者会合の皆様には非常に長期にわたって議論をいただいて2度にわたって評価書を取りまとめていただいたことにここで改めて感謝申し上げたいと思います。それから昨年の5月に評価書をまとめていただいて、その後事業者の追加調査のデータも踏まえて再度検討していただきました。でその結果有識者会合の評価として泥湾破砕帯が将来活動する可能性のある断層等に該当するとされたところであります。で一昨年の5月の規制委員会では1回目の評価を受けて原子力規制委員会として活断層であるという可能性が否定できないということを判断し、
使用済み燃料プールの冷却水が喪失した場合の放射線影響の評価などについて事業者に報告徴収命令を行いました。これはあくまでも安全確保の観点から行った報告徴収命令であります。で、事業者からの報告を精査した結果、一昨年の10月に当委員会として早急に追加の対応を求める必要はないと判断したところであります。今回改めて有識者会合から報告を受けたわけですが、この使用済み燃料プールの燃料体については一昨年当時よりも冷却が進んでおりますので、リスクは低減しています。したがって原子力委員会としては改めて影響評価などを求める必要はないものと考えております。また一昨年の7月に原子力発電所の新規制基準が施行され、適合性審査が開始されています。昨年の12月にも一度破砕帯調査と適合性審査の関係についてここで整理させていただきましたが、規制委員会としては敦賀発電所が新基準に適合するかどうか、すなわち D1 破砕帯を含め重要施設の直下の破砕帯が将来活動する可能性のある断層等に該当しないかどうかの判断は新規制基準への適合性審査において行うこととしたいと思います。こういうことをこういったことを前提に今回の有識者会合の報告を規制委員会として受領したいと思いますが、よろしいでしょうか。よろしいですか。その上で、質問は特にありませんか。今の話ですけども、はい、今後日本原電によってさらにデータの拡充があった場合というのに改めてこの有識者会合をやって、その3という形ではなくて、むしろそれは、これは日本原電の判断ですけども、申請があれば審査の中で、判断をしていくと、そういうふうに理解をしてよろしいですか。はい、その通りです。その通りなのか、その通りなのか、お前だけなのかそれ。いや、ちょっともう最悪ですね。でこれちょっと 今言ったことをもう一度なぞるとですね、まず有識者会合で、まあ活断層の判定をしたわけです、ね、それも、一旦その2013年5月に、認定をしたときに、日本原電がちょっと待ったっつって、疑義を唱えて、ね、もう一回調査追加調査するからそれを出させてくれっつって、で出してきたわけです、でまた再度やって、で、昨年12月にまたやっぱり黒です、ね、しかもね、状況聞くとさらにパワーアップした黒なんです。だからその調査結果に基づいてその黒の理由がどんどんこう具体化されてるって、墓穴掘る連伝みたいな、まあ、小林管理官も説明してました。より、根拠が定性的なものか定量的なものになりましたみたいな感じで一歩進んだ黒なんです。でその判定が昨年12月に出て、で当然もう廃炉しかないはずなんです、その段階でね。ですよ ね、うん、でも廃炉の議論というのもなんか出てきたはずなんですけども、ところが今言ってるのは、適合性審査します待てみたいな。でそこで、そのね、その破砕帯の評価も議論します。いやもう議論終わってるんですよね。ねえ、だって評価もう終わったんですもん ね、それで了承したんですもん ね、それ以上ので、前のも本当はね終わってたにもかかわらず、追加調査しましたから見てくださいってやって、じゃあそれをやるかどうかっていうのを一回結局検討して、まあ、異議申し立てとかいろいろね原電にやられたから、まあちょっとひるんだのか、でその上でまあ一応もう一回調査し審査しましょうっていうふうになったわけですよね、でも一応それはそれこそ有識者会合、専門家の会合でその調査の結果を調べたわけですよね。でもっと黒だよと、だけど適合性審査で誰が審査するんですかっていうことですよね。ね、
だってそうなんです、うん、地震津波で専門家って石渡委員しかいませんよね、うん、あとは規制庁の職員です。うん、からね、専門家じゃないわけですよ ね、うん、ね、それはあの もちろんね、いろいろお勉強はなさってるかもしれないけれど、うん、でも違いますよ ね。いや、なんかさながら火山ですね。そう、それでね、いや、あの実際に誰が審査するかっていうと、うん、まあ、石渡さんが委員としては一人いて、うん、あとはまあ規制庁の職員ってことになると思うんですけども、うん、で今回小林、ね、管理官が退官、うん、定年退官、定年退官してます。で森田君が今度ね、はい、なったんですけども、それはいいこと悪いこと、まあ、ちょっと分かんないですけど、うんうん、ただね、森田君にしろ、ね、あと三田さんね、うん、三田さんも、ね、うん、あの見てますか、ね、だって彼らもだってこの有識者会合の、うん、その評価を出すに関わってるはずなんです。だって、あ、そうですね、取りまとめたのは彼ら、事務局でずっと いましたから、だから ね、わざそれをひっくり返すような、うん、ね、あの結論というのは出せないはずなんです。そうですよ ね、うん、そうか、だから、うん、何言ってやってたって感じです。だから、うんうん、税金の無駄遣い以外何物でもないんです。うん、です、うん。ですね、うん、で。ひっくり返すつもりがなければやる必要はなくて、うん、だからひっくり返すつもりだったらもうもっと問題ですよね。もっと問題ですよね。何のための有識者会合かってね。うん、何のための規制基準かって、うん、もうなんか。規制基準をここでからひっくり返るというような、うん、そういうやり方なわけです。まあ、だからそういう意味ではね、申請出してきたらもう受理するなと、うん、審議するな、錯綜させてるのは田中委員長ですよね、なんか錯綜してますがとか言ってお前が錯綜してるんだみたいなね、もう活断層なんだから廃炉で終わりじゃんっていうことですね。それでちょっとまあこの際この間のね、まあ、特に敦賀はずっと問題になってたんですけども、うん、破砕帯評価の経緯についてちょっと整理したので、うんうん、ちょっとその辺を、お知らせをしたいかなと思います。それで、うん、まず遡ること、すごい遡ってる、遡2006年9月ですね、で原子力安全委員会が、耐震審査指針を改定したんです。でこれはもともと神戸阪神、うん、神戸の震災がもとです。そういう意味ではすごいかかってるんです、うん、あれ95年だからね、20年ですから今年で、そうそう、だから10年以上かかって改定した。まあそれはいろいろ吸った問題があったわけですね。で、で改定して、で当時保安、まあこれ安全委員会が指針を改定して、で保安員がちょっと書いてあるんですね、保安員がバックチェック市場です。でバックチェックっていうのは既存の原発についても新しい指針を満たしているかどうかをチェックしますと、うん、ただバックフィットではなくて、うん、動かしながらでいいですと、別に止めなくていいです。あ、ね、バックフィットはもう止めなきゃいけないんですけども、うんうんうん、まあ、この時はバックチェックですね、うん、でその後ですね、指針のもうちょっと詳しい新規設計基準で言うと手引きに当たるような、あ、ガイドに当たる、審査ガイドに当たるようなもの、当時は手引きって言ってたんですけど、手引きをいくつか作ったんです、その後ね、うんうん、でその中に活断層に関する安全審査の手引きっていうのがあって、うん、でそれが2008年6月にできるんですけども、うんうん、でそのための検討会が、開かれるんです、うん、でそれは私も傍聴してたんですけども、実はこの時非常になってか面白いことがあって、うん、その実はこの耐震バックチェックに至る過程で、うん、その活断層って、うん、活断層の専門家は、うん、実は地質屋さんではなくて、うん、地形屋さんなんです、うんね、うん、なんか地形屋さんと地質屋さんがいるみたいなね、うん、で地形屋さんっていうのは、うん、その表面の地形を、うん、からその地下の状態っていうのをこう読み解いていくみたいな、ね、あ、うん、地図情報をうんうんうん、ね、こうなってこううねってるな、要するになんか傾斜があったり、うん、ね、あと崖があったり川筋がこう曲がってたり、ね、うんうん、その地形情報がどういうふうにしてそうできてきたのかっていうのを読み解くのが地形屋さんで、うん、まあ、これは渡辺万久さん、三井さん、うんうん、そうですけども、
っちかというと文系なんですよ。あ、文系なんだ、それ、うん、地理系なんだね。あ、地理ね、あ、そうか、地理 文系だもんね、うんうんうん、どっちかというと 文系の学問だけど、まあ、そういう人たちが実は活断層のプロだったりするわけですよ。だから、うん、でしかもね、あの、非常にリーズナブルなんです。だから本当に表面のね、うん、あの地形から、うん、あ、ここに活断層があるはずだって、うん、ピンポイントでここだっつって突き止めて、うん、でそこ掘るわけです。あ、お金かからない。お金かからない。そこだけ掘るとちゃんと出てくるみたいなね。お、素晴らしい。そうなんですか。でそれに対してね、あの地質地学系は、まあ、理系の分野があって、うん、あ、地球物理学科とかそういうやつね。そうそうそう。で、まあ、地盤とか、うん、あと地質構造とかね、うん、でひたすらボーリングするんです。こう何メートル掘りました、筒状でバーって出してみたいな。ボーリングなんか、まあ、基本的にはボーリング、まあ、それ以外にいろんな手法があるんですけども、うん、なんか、ね、あの音波探査みたいなのを、ね、やったりとか、うんうん、まあ、だから、まあ、いろいろ聞いた感じでは地形屋さんの方がちょっとどちらかというと職人で、うんうん、ね、うん、地質屋さんはとにかくなんかいろいろ器具を使って、理系なんです、うん、理系工学系の世界でいろいろ掘り返していろいろ穴掘ってみたいな感じなんですけど、うん、でもね、あの、基本的に活断層はボーリングじゃ見つからないんですよ。ボーリングってもうその一点だからね。だから、まあ、たくさん掘ってそれで活断層をこうつなげていくみたいなね、うん、あのいうやり方はいろいろあるんだろうけど、うん、でも基本的にはこうトレンチをトレンチっていうのはこう溝をこう、はい、あのこうある、うん、あの領域をわっと掘っちゃうわけです、うんうん、長さが、うん、そうするとここに活断層がきれいに出てくる、うん、でもトレンチ掘るのは大変なので、ボーリングよりちょっと広い面積がいるので、うん、だからやっぱり地形を読み解いてここだって当たりをうまくつけなきゃいけないんだと思うんですね、うんうん、でボーリングはなんかあちこち掘ってみたいな感じ、うん、でもあの地形屋さんに言わせるとボーリングじゃちゃんと活断層分かんないよみたいなね。あ、当たりをつけてトレンチ掘らなきゃダメよ、うん、あとその地形の見方も違ってて、はい、ね、その地質屋さんはだから地形の読み方っていうのは、うん、まあ、地形屋さんに比べたら雑なわけですね、うん、雑なんだ。だからリニアメントって言って、うん、なんとか直線的な、ね、うん、崖が直線状になってるみたいな、その直線的な、うん、あの形状、あの地形のことをリニアメントっていうんですけど、うん、ね、それがあればそこに断層があるはずだみたいな、あ、非常に大雑把な見方しかできなくて、うん、でもまあ地形屋さんはやこう、うん、くねくね断層になってくねくねしてたり、あるいは地下に潜ってまた現れたりみたいなね、うん、そういうものだから、うん、まあ、そこをあのもうちょっと詳しくいろんな手法を使って突き止めていくわけですけども、うん、そのこれまでね、うん、原発の活断層調査で、うん、地形屋さんは全く排除されてたんです。お、職員を排除して、うん、あの地質屋さんだけでやってたわけです。で地質屋さんっていうのは、うん、まあ、あの全員じゃないですけども、うん、大体、まあ、あのゼネコン関係とかとどうしても、ね、あ、そういうことか、関係があって、うん、原発関係でも、うん、あのいろいろ研究費が出たりみたいなね、あの電力会社から研究費が出たりってのは普通にあって、なかなかそういうちょっとややその業界とはどうしてもつながりができてしまうみたいなところなんですけども、うん、まあそういうところから完全に弾かれていた地形屋さんが、うん、まあ、ここに加わったわけです、うん、で、まあ、加わる一つのきっかけになったのは多分あの、島根原発の近くにね、はい、あの新地断層っていう断層が走ってて、うん、ね、でそこで中国電力が、うん、まあ、そのリニアメントを使ったやり方で、うん、ここまでしかで切れてます、うんうん、っていう主張してたのを、ね、うん、中田隆さんっていうね、あ、広島大学、広島大学、あ、私あの何気に会ってました、あの、あ、学生時代に、あ、もうあの活断層では、まあ、日本の権威ですよね、うんうん、日本の活断層っていう、権威なんだ、うん、そうですよ、日本の活断層 の、 あの編纂人のトップですからね。大権威ですよ、あの面白いじゃ権威なんだ、わかりました、わかりました、はい、その人がだからあのいやそのね、あの新地断層もっと伸びてるはずだっていうの で、うん、でここ掘れ、うん、ね、でだから中国で電力は、はい、まあ、わざとかどうか分かんないけど、わざわざないとこ掘るわけですよ。
わったかどうか分からない。じゃあ、じゃあ、じゃあ、ノリがないだけかもしれないですけど、うんうん、ないとこ掘って、あ、もう切れてますっつって、うん、いやいや、ここだろうっつって、掘ったらもう見事に出てきたわけです。おお、かっこいい。中田先生かっこいい。うん、あ、しかもね、あの、はい、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと長くなっちゃいますけど、はい、なんかその出てきた断層っていうのは、ね、はい、あの一緒になんか土器とかも出てきて、うん、土器とかも出てきて、うん、だから平安時代時代の特定もできたわけです。すごい、ね、すごい。で808年かな、うん、の、 あの、出雲地震って言って、うん、あの出雲大社が昔は40何メートルの高さだったものが、うん、それが崩れたって言われる地震だったっていうね。なんかね、活断層見つけてそこまで特定するのは相当珍しいみたいです、うん、相当すごいことみたいです。へ、ついでに言うとそれはなんか上岸、あの、うん、上岸地震って言って、うん、あの、はい、ほら311の大震災の同じ規模の、うんうん、平安時代ですよね。あ、うん、大津波が昔来たと、うん、それの9年後だったんです。あ、だからあと9年はちょっと あと5年ぐらいかちょっと心配しておかないけどね。まあちょっとそれは言ったんですけど、うんうん、まあ多分 それで、やっぱりその地形屋さん の、うんうん、あの知見っていうのがなんでこれまでないがしろにしてたんだっていうのが多分問題になってですね、うんうんうん、まあそんなのもあって、あ、シャットダウンされちゃうこの活断層に関する安全審査の手引きに、うん、その地形屋さんが入ってくるわけです。でそれがだから、うん、当時はだからこれの副座長に中田さん、うーん、で委員の中に、うん、名古屋大学の、鈴木さん、杉康弘さんかな、うん、ね、であとその渡辺万久さんもいて、ちょっと行ったんです。そうそうたるメンバーがいて、うん、それでいろいろやってたわけです、うんうん、それで、はい、でその中で実は、うん、あの2000今あのもう一回ちょっとまた出ますけども、うん、2006年の、うん、その検討会の中で、うん、実は敦賀原発の断層というのは、うん、あのまあ、それは中田さんが問題提起したんです、うん、で実は、まあ、あの直下の破砕帯ではないんですけどすぐ近くにあの裏底断層、ね、うんうんうん、っていう断層があって、うん、でそこの、断層の、まあ、あの当時日本原電はこれは活断層ではないって主張してたんですけども、うん、それの調査評価がもう、うん、まあ中田さんに言わせるともうむちゃくちゃだと、うん、なんてそのデタラメをやってるんだっていう、ね、うんうん、まあ、ある意味その告発をその検討会の場でやったんですね。まあ、でそれがきっかけになって、うん、その裏底断層についてはその日本原電が調査やり直して、うん、で結局それが活断層であるってことを認めたわけですね、うん、もうその時に認めてたの2006年。そうです、2006年がきっかけで、うん、2008年とか、うん、あ2008年ですね。だから、うんうん、問題提起したのは2008年で、うんうん、ちょっとなんか一旦切れちゃいましたけど、なんだそんな前からそう、ただそれは裏底断層っつって、うん、脇を走ってる断層ですね。あ、直下じゃない、ええ、近いけど直下じゃない、まあ、でだから直下については抵抗したんです。なるほどね、ええ、ただそれも問題だったんですけどね。それでちょっと待って、ね、うん、なんかでも本当直下じゃなきゃダメっていうのも変ですよね。近くにあったら結局ダメじゃんっていう感じですけど、ですね、あ、これがその時のプレゼンの資料です。あ、中田さんのね、うんうん、で裏底断層っていってもう原発のすぐ脇を走ってる断層で、うんうん、まあ、この、 断層の位置についてもおかしいって話をしてたんですけども、はい、一番問題にしたのは、この図面ですね、うんうん、図面で、要するに、これ日本原電の書いたやつですけども、ここまでが断層でここから断層でないいやしかもね、はい、これ別にトレンチ掘ったわけじゃないです、うん、ボーリング掘っただけなんです、ここ。あ、ね、
いやその分かんないじゃん。ここまでは断層でここからは断層じゃないよ。そこから何なんだって、ね、何なんだってでいやそうじゃないだろう。普通はこうやって引っ張るだろう、うん、要するにここのボーリングでこのラインが来なかったので、うん、ここで止めて、しかもここまでは断層でここまで断層でないって言ってるんだけど、まあ普通はその直前まで引っ張って、うん、そこまで断層とみなすのがこれが普通じゃないの、うんうんうんね、でこれについてはね、でもし本当にここが断層でないとすると、ね、うん、まあ、ここまではずれてできた図形なんだけど、ここから先はこんな形の岩がなきゃいけないです。なんかこんな形の岩がなんかできて、その後でなんか周り埋めなきゃいけないみたいなね、うん、なんか非常に不可解な、うんうん、ね、自然界的どう見てもおかしいとね、うん、だから地質学の基本をねじ曲げたボーリング結果の解釈っていう、ね、バッサリプレゼンをやって、うんうん、まあ多分これがきっかけで、そのさっきの 裏底断層についてはもう断層と認めざるを得ない、うん、直下ほとんど直下じゃないですか。それで、で今回問題になってるのはそこからこう枝分かれしてる断層の一つが、で D1 破砕帯っていうのがここから枝分かれしていて、うん、鶴岡原発の直下までバーッとあるわけです、うん、でしかもね、これがその裏底断層、はい、でここに2号機がちょっと短いんですけど、ここに2号機があって、ここに1号機があるんですけども、うん、でここになんか赤いのがわーっと書いてあるのが全部破砕帯なんです。これ全部、うん、うわ怖全部破砕帯 で、 なんて危ない。でこれは DY 破砕帯っていうね、まあ、まとめて DY 破砕帯って言ってるんですけども、はい、これが要は、うん、活断層かどうか、うんうん、12、3万年以降に、うん、できたかどうかみたいなね、うんうん、っていうのをだからここら辺に大きなトレンチを掘って、うん、でそこに現れる断層の年代評価みたいなね、うんうんうん、というのが、まあ、今回、うん、問題になったっていう感じですね、うん、去年議論していたやつ、ね、それで、まあ、簡単に紹介するとですね、これを見ればいいのかな、これを見るかな、そのまずね、軽断層、まず軽断層ってのがあるんです、うん、はい、軽断層ってのがあって、まずこれが活断層かどうか、活断層の判定基準は 12、3 万年以降活動が否定できる。 D1 っていうのは何の名前、あ D1 破砕帯っていうのは、うん、その辺一帯のこう、うんうん、いっぱいあるやつがまとめて D1 破砕帯って言ってて、はいはい、うん、でそれの、延長線上にある、うん、断層で、うん、まあ、いくつか名前つけてるんです。軽断層とか一個一個の断層に、一個一個の断層に軽断層とか G 断層とかいろいろ名前つけていて、で、まあ、その有識者会合の判定では軽断層っていうのは、うん、まあ、ここには完全に見えてて、うんうん、でここら辺が 12.5万年っていうその判定の基準になるね、うん、年代っていうのはこの辺なんですけども、うん、で結局ここで、うん、本当にこう破砕帯がここまで、まあ日本原ではここまで伸びてませんよって言ってるんだけども、うんうん、その明確にこう伸びて、いないという証拠がないと、うん、でここの状態では判断できない、うんうん、ね、だからまあ軽断層については基本的に活断層とみなすべきだっていうのが有識者会合の結論です、うんうんうん、でその上で問題はこの軽断層がその D1 破砕帯までここまでつながってるかどうかですね、うんうん、でこれについてもですね、日本原電は軽断層これ上から見た図ですね、うん、上から見た図で軽断層はこういってここで止まってると、うん、でこの下の方まで伸びてないなんでそう止めちゃうのかなっていうね主張してたんですけども、ただまあ断面図とかいろいろ見たときに、うん、そのまあこれの延長線上でもね、その地層がこう急にこう傾いたりみたいなね、うん、そういうそのまあ近くに断層があるってことを示唆するような、まあ、地形的に見てね、うん、地形的に見てそういう地形が見られるということで、うん、だからこれが南の方に伸びてる可能性はやっぱり否定できないと、うん、でその場合にこっから先はうわーっと分かれて、うん、ね、たくさんの
破砕帯たちが直下にバーッと伸びてるわけですよ。だから、あの総合的に見た時にやっぱりあの火山層と認定すべきだって結論を出したわけですよね。うんうんうん、でそれをあの、なぜか審査しちゃう、審査しなきゃいけないみたいなことを言い出してるっていうのが、はい、言い出したのが先週の話、はい、先々週ね、あ先々週の話。いやね、これだけかつもう否定できないああ、ね、黒に限りなく近い状態でありながらなぜ審査をするのかというのが非常に疑問ですけれども、ね、あと三浜敦賀ときてもう一個あったんでしたっけ。東通りもありますね。で、はい、その前にねあの、さっきの流れで言うとですね、うん、まあ、あの中田さんの提起があった後、うん、これホワインですかね、うん、ホワインがあのこれ311の後ですね、311を受けて、はい、評価指示もう一回、うん、あの各地の火災帯について、うん、評価をしなさいみたいなね。であと、意見聴取会っていうのが開かれて、例えば大井とか、うん、さっきの敦賀とかね、うん、あと東通り、うん、東通りも今回問題になってるんですけど、うん、それについてもう再度あの意見を聞くみたいなこともあるいは現地調査みたいなことがやられて、うん、で結局ホワイになっあ規制委員会になった後、うん、2010年11月から敷地内の破砕帯の調査に関する有識者会合というのが開かれて、うんうん、で最初に評価が出たのが大井原発ですよね、うん、だってしたっけ、ね、大井原発、まあ、ここでも多分お話したと思うんですけども、うん、まあ、そこは、渡辺満球さんが、ね、うん、あの問題提起を、していて、うん、まあ、それで彼もあの有識者会合には呼ばれたわけです、うんうん、あそうだ思い出してきた、そうす、うん、で地滑りの岡地、うん、あそうだ、ね、あの海から山に滑れない下から上に下から上に地滑りって、ね、うんうんうん、いうことで、であの結論的にはその大井の評価会合についてはね、あの、うん、火山層ではないって結論が出た、うん、それもなんかあれですけどね、うん、ただ問題はね、あのいくつか問題があってね、一つはね、まず破砕帯っていっぱいあるわけです、直下、うんうん、ね、F1F2F3F4F5 名前がついてるんですけども、うん、ただもうあの原発が立っちゃってるので、うん、原発直下の要するに原発どけて掘るわけにはいかないので、うんうんうん、なかなか要するに過去の、うん、要は過去の、関西電力のあの評価の正当性みたいなのを評価するしかないんですよ、うんうんうん、それをまあ周りで間接的にちょっと見ていくしかないっていうのがあって、うん、で結局その全部はやれないと、うん、だからもう代表例1個でやるしかないっていうので、うん、一番長い F6 っていうのはね、うんうん、F6 破砕帯っていうのが一番長かったので、うんうんうん、F6 破砕帯だけでまず判断しちゃうってことになって、うん、まあそれはそれでちょっと問題ではあると思うんですけど、うん、ただまあそれについてはまあ基本的にそれでやりましょうっていうことでスタートしたんです、うんうん、で問題は、うん、あの F6 の破砕帯の調査をしたら、うん、なかったんです、その関連がここにあるって言ったところになかったんです。それでだから新 F6 とか名前つけちゃったんです、うん、ね、新 F6 って名前つけちゃって、うん、でちょっと違うところにこう線を引き出したわけですね。でもうその時点でダメだろうと思うんですね、うん、で結局その評価有識者会合が結論出したのは F6 について結論出すはずだったのに、うん、新 F6 について結論出したんです。あそうか、 F6 はどうなってたんだみたいな、結局みたいな、だからまあそこでまずおかしいわけです、うん、でそのなんていうかな、その、しかもね、最終的には南側のトレンチを掘るんですけども、うん、ね、その F6 が、ね、まあ、新 F6 になって、うん、でそれがどう伸びてるのかってもう分からなくなっちゃったわけです。F6 がなくなっちゃったので、うん、消えたのでね、うん、そしたら本当にその断層を捕まえるためには相当長い距離を掘らなきゃいけないんですけども、うん、もう関電はここだけ、ここしか掘っちゃダメみたいな、いやお前が言う権利ないからみたいなそこしか掘らなかったんです、うん、でそこで出てきたものを、うん、でそれで判定しちゃったわけです、うん、でそれについては非常に何て言うかな、
もう非常に枯渇していて古い断層だと 見られるみたいな感じで、うん、だ結局 そこの断層を評価しちゃったわけです、うん、でそれで終わらしちゃったみたいなところがあって、うん、だからそれはそれで非常に問題があったわけですけどね、うん、まあ、それが大井の最初にあってでその後敦賀があって、うん、でさっきね田中俊一医師も言ってましたけども、うん、一旦2013年5月にあの黒の判定をするんですけども、うん、日本原電がもう一回やってっつって、うん、でもう一回評価して、うん、でそれでも今あのまた審査しようとしてるみたいな、うん、そのさんとか言ってましたけどそのさんいらないいらないからそのさんいらないでしょうかですね、うん、再評価かよみたいな、それから あと東通りも、はい、問題で、うん、これもあのねあの満久さんなんかずっと言ってるわけですけども、あの東通りもねあのごめんなさい、なんか危ない代表例みたいな感じそうですね、あのちょっとこれは見にくいんです、ここに原発があるんです、はい、東通りの原発あってでいくつかあの破砕帯があって、特に問題になってるのが大文字の F の3、大文字の F の3と大文字の F の9ですね、うん、あここに大文字の F の9が F の3、F の9ですね、うん、いうのがあって、でこれはまあ原発の直下を通ってるわけじゃないんですけども、うん、あのいくつかなんていうかその東北電力が第4系の返上っていうちょっとわけのわからない、うん、なんかね、うん、ネーミングをしてるものがあって、なんかこう膨らみがあったり、うん、なんか亀裂が入ってたり、うん、段差があったりと、うんうん、で特にこの膨らみね、うん、膨らみがあったりそれによってこう亀裂が小さい亀裂が入ったりっていうのをどう見るか、うん、で東北電力は防潤っていうのをするんですね、なんか防潤なんかあの膨張の防に、うん、そうそうそう、順で、あのなんていうの三髄のあのだからあの浸潤とか、そうそうそう、浸あ順ね、うん、だからなんか断層が動いて、うん、それの影響でなんか持ち上がったとかね、うん、あのそれでなんか亀裂が入ったかというんじゃなくて、うん、岩があれゆっくりですかね、じわじわじわっと膨らんでいくと、うん、うわーじっくり膨らんでいって、それでこうできたんだと、うんね、だからこれはなんか活断層だとね、うん、あの繰り返しまたいつね動くかもしれないんだけど、うん、これはそうじゃなくてじわじわじわっと膨らんでできた図形で、うん、もう動きませんっていうか、そんな地理現象あるのかって思うけど、うんうん、まあ、あの一応なんかアメリカの例とか、うん、そういうのを持ってきて、うん、説明はしてたんですよね。あ、一生懸命また海外から探したんでしょうねはいはい、で結局ただねそれについては、うん、なんか明確な防潤であるっていうね、うん、あの明確な証拠がないと、うんうん、いうことで、実は今言った大文字の F の3番と9番は活断層で認定したんです、うんうん、あもうしたんですね、決定、うん、で問題は原発直下、うん、直下、はい、ね、でスモール F1 とスモール F2 があるわけです、うんね、でこの原発直下、うんね、で、スモール F2 についてはこれは古いって判断したんですかね、スモール F、 あスモール両方ともなんか結局あの両論併記っていうふうな言い方をしていたと思うんですけれども、やっぱりですね、片っぽだけだったな、有識者会合の資料、うん、あそうだ、そうですね、F1 がスモール F1 は判断できない、だから F2 スモール F2 についてはあのまあそうではないだろうということみたいですね、うん、それで、うん、F1 の方ですね、だからスモール F1 の方については、うん、やっぱりその、膨らみとかあるわけです、ちょっと亀裂とかあるわけです、うんうんうん、で東北電力は防潤だ、ね、うん、ゆっくりゆっくり膨らんだもので、うん、もう動きません、断層じゃありません、火山層の影響じゃありませんって言い張ったんだけど、うんうん、で結局どうなったかっていうと、はい、両論平均防潤じゃないかもしれないし、防潤かもしれない、防潤とは言ってないけど、要するにその
否定しきれない活断層の可能活断層かもしれないけど貨物じゃないかもしれなくもない見解が分かれましたという、そういう結論で明確に判断できなかったという、はい、だからね、なるほど、3つ、はい、3つが併記されて1番、はい、トレンチにおいて F1 の延長部にある M2、段球面、ね、なんか小亀裂とか、うん、あるいは、があってその隆起によって生じたもので、うん、テクトニックな変形である構造である可能性である、うん、まあ、これだから活断層が近い下にあると、うんうんうんね、その影響でそういうね、うん、あの膨らみとか起きてると、はい、一番まあ、これだから一番は活断層だ、うん、活断層説ですね、うんうん、で2番は、そのテクトニックなものではない、ない、だから防潤だとは今言ってないんだけど、そういうなんか断層による影響みたいなものではない、ないと、が2番で、うん、3番は、不確か で十分なデータが得られていないっていうのが3番、うん、3番、あ、なんか並列にするのおかしいけど、分かりました、うん、だからじゃあどうするの、じゃあどうするのってね、だからじゃあどうするのって、だからね、こういう時に、うん、こういう時に困らないように、はい、あの審査ガイドを決めたはずなんです、あ、そうですよ、否定できなければ活断層を見なすとですよね、うん、だから分からないってことは活断層、あ、本当ですよって決めたはずなんですよ、うんうんね、忘れてんのか、うん、忘れてますね、忘れてる人しか思えないだからもう一度立ち返ると、うん、ね、美浜の判断は、うん、あの活断層だという明確な証拠はないけど、それを否定する証拠もない、ね、ってことは、ってことは活断層、そうじゃ、石渡さん、石渡だから別に、ね、学問上の活断層かどうかっていうことを判断してるわけじゃないわけですよね、あ、うん、規制基準っていうのはね、うん、だから要するにやっぱりそういう事故が起きては困るわけだから、うん、安全に原発が、うん、稼働できなかったらダメだよっていうことなんだから、うん、やっぱり心配があったらそれはダメっていうことですよ ね、うん、だっていつ起こるかわからない、実際にね、あのいっぱい専門家と言われる人も言ってなかった福島の、あの東北大震災が起きてあれだけの規模の、うん、であれだけの事故が起きてしまった後に判断することなんだもの、うん、それは当然何が一番大事かって言ったらやっぱり安全側の判断ですよね、うん、そうですよね、いや、こんな、いや、どっちだったっけなとか言ってる間にも動いちゃったらもう責任重大じゃないですか、うんうん、そうなんです、あれ、あの、じゃあなんか言い残したことありませんか、うん、いや、あの本当におかしいっていうことをね、本当に何のために規制委員会があるのっていうことを、うん、やっぱりみんなあの大きな声で言ってほしいし、どんどん電話してください、あのファックス送ってください、うん、質問してください、あの一応質問すれば答えるということになってるようですから、ね、私もやっぱり有識者の方たち、うん、あなたたちとっても軽視されてます、頑張ってください、うん、怒ってください、うんうん、本当ですよ、ということで、はい、今日はあのいろいろでしたけれども、お付き合いくださりましてありがとうございました。じゃあ来週は多分またあのいつも通り火曜日に戻るはずです、はずですということでありがとうございました、はい、じゃあひとみちゃん張り替えましたけど、今日の決め台詞はもうこれしかないけど、あ、後ろ向いた、うん、触るとね逆回転するという仕様になって、あー、なんかね、ちょっとでも段差とか、あるとね、逆に回転、あ、もういいや否定できなければ活断層だ忘れるな。